坂田真凜です。ラジオ関西ポッドキャスト坂田真凜の愛夢伝説、今気になるネオ昭和なあれこれや昭和の生かした生き様についておしゃべりするバッチグーな番組です。毎週月曜午後5時頃から配信中。皆様絶対聞いてちょんまげ。時刻は午後2時を回りました。ラジオ関西クリップ木曜日、このお時間はフリーアナウンサーの清水健と絵本作家の夏希子が生放送でお送りしております。先ほどね、40秒たまたま時間があったんですね。で40秒僕が話させてもらったんですよ。、はい、で今さっき5秒ぐらい前スタッフがパッて入ってきて、はい、なんて言ったと思います、僕に向かって。清水さんうまいじゃないですか。本職本職びっくりするよね。確かにガチャって入ってきてたけど。素敵なスタッフとラジオ関西クリップ木曜日お送りしております。では続いてはこちらのコーナー、 FC バサラ兵庫 B チャレンジ、イエーイ。でこのお時間はゲストをお迎えします。兵庫県のサッカークラブ FC バサラ兵庫クラブマネージャー大津直人さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。もう前回は夏休みということで、はい、子供たち選手たちも ね連れてきていただきましたが、はい、いかがでした評判は。いや小学6年生の選手たちが、うん、まあ、キャプテン副キャプテンの3人に来てくれましたけど、はい、まずはもう楽しかったと。ああそういうところですね。もうその言葉に尽きるなっていうところです、ね。選手たちをこの横で見ている大津さんの眼差しが、本当もう親にもなった気持ちだし、でもやっぱりコーチではあるしっていうところはあったと思うんですけど、そうですね、うん、まあ、頼もしかったです。もう本当清水さんのね、紀子さんのこうフリートークに対して本当の思いをなんかそのまま伝えれた子がね、うん、みんな伝えれてたの で親もすごい楽しそうに現場で見れてたので、ね、右左見てもなんかニコ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 。もちろんこれだけではないんですけど、はい、でもやっぱりしっかり話すことができる、これは正しく喋ろうって言ってるわけじゃなくて、自分のしていること、自分のやりたいことを言葉にできるっていうのは選手としてもすごく大切なことですよね。本当に大事だと思います。でこうサッカー以外のところもそうです、うん、サッカーピッチ内も結局は自己表現、自分を表現できる選手がやはりセレクト されていく世界ですので、もう本当そこは大事だと思いますね。ただその自己表現っていうのも荒々しい表現の仕方もあれば、でもそうじゃなくて、こう僕がね一番こう嬉しかったのは、こう僕が質問させてもらって思わずこのいつもの家でいるような感じで話そうとしたけれども、はい、あかんここは敬語なんやっていうのを小学生なりに感じて敬語に直す、そうですね、なんか別に決して敬語じゃないとダメなわけじゃないんですけど、うん、あの作業っていうのがなんかものすごくサッカーにつながっていくのかなと思うんですよ。そう思います。でそれがなんか自然でしたしね、うんうん、はい、すごい瞬発力が回転、うん、頭の回転の方でも、うんうん、できるっていうのはすごいなっていう。そうですね。でもすごい選手たちなんですよ。だってこの FC バサラ兵庫っていうのは兵庫県拠点に子供から今大人およそ400人が在籍するサッカークラブで、もうトップチームは J リーグへの参入を目指しているということですよね、はいはい、でスポーツダイレクターには兵庫県宝塚市出身の元日本代表フォワードの岡崎慎司さんが就任されているということで、前回来てもらって選手たちは U12 のそうです、ジュニアチームですね。ジュニアチームですよね。でもそのジュニアチームはあの後ですか。そうです、ジュニアサッカーワールドチャレンジ2024。そうなんですよ。すごい、これ海外チームを参加する大会、これはもう本当小学生の間のすごい大きな大会で、はい、小学生って実は8人制のサッカーなんですが、はい、もう中学生から今はもう11人制になってるんですけど、このワーチャレと言われる大会は小学6年生なんですけど11人制を経験するので、すごい、各地で予選があって、はい、J リーグチームから強豪マッチクラブの強豪チームからで、いろんな予選を突破したチームだけが出場できる。でスペインから FC バルセロナが、FC バルセロナがもうメッシとかがいたあのバルサのジュニアチームの小学生が毎年参加する大会です、はい、すごい。で FC バサラ兵庫はその FC バルセロナと対戦した。そうなんですよ。なんとすごい運で、はい、もうやっぱり大会参加しても当たらないチームがほとんど。あ、そうね、当たるか当たらないか、はい、もう予選、うちも予選は突破できて、はい、決勝トーナメント一発目で、うん、決勝ラウンド一発目がバルサとで、もうどのチームもお前持ってんなっつって、みんなバルサとしに来てるから。そっか、いやすごかったです。え、結果は0-3で負けちゃったんです。でも0-3以上の経験ですよね。いや本当そうですね、うん、でもうビビり倒した試合ではなくて、すごいやろうとしてることもたくさん出て、いい部分も出ながら、ただもうやっぱりもうレベルの違いは
明確でしたね。それは小惑星ジュニアチームでありながら、やはり FC バルセロナ海外のチームとの実力差、それっていうのは大津さんはどこに感じました？ですね、まあ、いわゆる高強度、もうプレッシャーがかなりある状態での判断スピード、はい、要は判断スピード、もう技術力が間違いないのは当たり前なんですけれども、その中でやっぱ密集地だったりハイプレッシャーの中でも判断が早いなっていう、あとはやはりもうね、黒人のもう手足の長い瞬発力のあるフォワードとかいて、サイドにいて、なのでドイツを抑えるのも大変、もうこいつ抑えてると思ったらこいつが出てくるしとか、その判断を瞬時にしなくちゃいけない。そうです、もうおっしゃるとおり、その瞬時の判断がもうすごかったですね。それはやはり何なんでしょう、経験ですか？いや、もうそうですね、やっぱりトップレベルでトップ選手たちが集まる中で、素晴らしい環境で素晴らしい指導者にずっと教えられてたらこうなるのか、もしくはもう持ってるものがまずは違うのか、永遠のテーマがもうずっと考えながら、そっか、そうは認めたくないなと思う自分と、おっしゃる通りです。でも、あ、ここにはこの差はちゃんとあるんだ、だからその差をどう埋めていこうかと考える自分が多分いるとは思うんですよ ね、 ですね、はい、選手たちはいろんな実力というか、多分その実力を目の当たりにしてね、感じる部分はいっぱいあったと思います、大津さんはコーチとして今後、はい、日本のこのジュニアチーム、サッカー少年たちに何を教えていかないとやっぱり世界では戦えないなと感じました。そうですね、やはりこう世界で戦うためにはいわゆるもう全てのスキルを上げないといけないのがもう当たり前になってくると思います。止めていけるの技術も判断スピードも、そしてフィジカルのところですね。フィジカルか、はい、やはりこうもう組織的、日本人はまだまだフィジカルで海外の、ね、選手たちに1対1でやっぱスピード負けだったり体負けしちゃうので、組織的に守ろうっていうのが日本をがこうずっと課題にはなってきてるんですけど、そういった部分は日本人って嫌なことやれるじゃないですか。そうですよね、言ったらもう細かいルールを全部それを守っていく、一生懸命やれるのが日本人の特性かなと思ってるんですけど、はい、なのでそういった部分はやはりもうどん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 日本のレベルは上がってきてると思いますし、技術も日本のレベルは上がってきてると感じます。なるほど。ただやはりこう瞬時のそこの一瞬のスピードだったり、ゴール前のもう仕留める力だったりっていうのは、なるほど、ね、フィジカルの差は大きかったなと思います、ね、フィジカル。でもただ今2026年ワールドカップのアジア最終予選、はい、もう始まってますよね、はい、でも今の日本代表を見てるとあんまりそれを感じない、いやもうすごいと思いますですよね、はい、もうやはりじゃあ何が違うかって言ったら、もう昔と違うくて、はい、ほとんどの選手がもう世界でやってる。そっか、やっぱそこの、ね、年間通してリーグ戦で戦ってるステージがやっぱそういうステージでやってる選手ばかりなので、はい、やっぱり基準が高いっていうのはもう間違いなくあると思います。だから今 FC バサラ兵庫のジュニアにいる選手たちも、言ったら今回ね、こうやってジュニアサッカーワールドチャレンジワーチャレでね、はい、FC バルセロナ対戦したわけじゃないですか、はい、そういった経験の積み重ねが今の日本代表にはもうちっちゃい頃から あるということですもんね、はい、もうつかがわずあると思います。ただ面白いのが、小学生の時にそういった大会でバリバリ活躍するいわゆるエリートたちが日本代表になってるかって言ったら、うん、そうじゃない、あまりそうじゃないです、もちろん中にはいるんですけど、いわゆる高校生まで無名だったけど大学から有名になったとか、ほうほう、いわゆるこういろんな壁乗り越えた選手が意外と多いよなって、全てじゃないですけど、ただだからといってまだ小中頑張らんでいいでなんかね、我々言えないので、やはり我々指導者としてはこうそういった環境にどん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 チャレンジさせながらも、やっぱりいいこういった大会出れて満足するなよとか、そういったことはよく言うようにはしてますけど。なるほどね、まあ、でも全ての試合、全ての対戦相手っていうのがおそらくサッカー人生にとっては全部がプラスに、ね、働いていけるようにね、はい、これはもうコーチとしても考えるところだし、はい、絶対選手本人にとってもそうだとは思うんですよ ね、 で、 すね。でも今の日本代表ね、これ強いですよね。いや、めちゃくちゃ強いと思いますよ、ね、はい、あの全然サッカーをそんな詳しくなくても、強いなって思いますもん。そうですね。で、大津さん、ちなみにこの選手すげえなって、いや、もうありきたりなことを言ってしまいますけど、はい、三笘選手はもう一瞬のスピードがもう日本人じゃないと言いますか、やっぱそこはちょっとズバ抜けてるかなと。他にもね、吉野選手たくさんいますけど、はいはい、ボールを持ってドリブル仕掛ける時のスピード、はいはい、間合い、相手との間合い、はい、そしてこのグッと抜く時の、こう他のもう真似できないかっていうこのタイミング、テンポ、だからこう目の前だけじゃなくて、誰がどこからやってくるかってみんな動いてるじゃないですか、視野がめちゃくちゃ広いんだなっていうのを感じるんですよね。そうですね、まあ、もう日本代表の選手はもうみんな視野は広いですね。そこはもう
レベルが違う。実際こうどこを見るのを注意した方がいいっていうのあるんですか。各ポジションによって。あ、やっぱ違うんですね。はい、三笘選手ならサイドの選手なんかは自分がついてマッチアップしているマークのもう一個先のカバーの選手だったり、まあでもこういうぐらいの選手だったらもう全体像見ながら、なんかもうピピピピピピって見えてて絶対こう動いてくるだろうっていう先読みが本当すごいと思います。だってもうそうじゃないと間に合わないですもんね。そうですね。これね、素朴な疑問なんですけど、もちろん日本代表それぞれのチームで今もう、はい、もうスター選手としてそれぞれのチームで活躍してるわけじゃないですか。です、ね、はい、みんなが集まっての練習ってそんなに長くないわけですよ、ね、そうですね。サッカーってその個人の技が集まれば勝てるもんですか。やっぱそうじゃない。そうじゃないと思います。一流の選手が集まればああいう風な試合がやっぱ思うつとできるんですか。それが絶対とは私は思わないですね、はい、ただ今の代表チームはやっぱりそういったスキルの高い経験値の高い選手が集まってるプラスこう連携がすごいできてるなって。この9月ですよね。はい、なのでそこは森谷さん、ね、監督もそうですし、なんかチーム全体としてなんか日本のレベルアップがすごい感じる。やっぱ個人としては同世代の選手がいなくなってるじゃないですか、はい、まあ、長友選手がなので、はい、こうチームの最年長、いや、すごいですよ、同い年なので最年長でどうチームをまとめて鼓舞してっていうのはすごい見どころだなと思いますけど。なるほどね。この日本代表どこまで行きますかね。もちろんワールドカップは2026年ですよ。まあ、出場はおそらく、いや、もう、ね、予選見てる出場は大丈夫だと思いますね。そうですね。簡単には言えないですけど、うん、はい、でも今はこのワールドカップでベスト16が、そうですね、ですよね、はい、もうどこまで上り、どこまで行ってもらう、ね、今の段階でどこまで行ってると思います。いや、もうそこはもう分かんないですね。こういわゆるどういうチームと当たるかとか、やっぱトーナメント、まあ、リーグからトーナメントになるっていうのは運ももちろん一つありますし、勢い乗れるかどうかですし。いや、でもこの FC バサラ兵庫からね、あと5年後なのか10年後なのか、はい、いや来年なのか再来年なのか分からないですよ、日本代表にで活躍してる選手がこれ出ててもおかしくない。いや、もうそんな夢みたいな話ないですよね。もうそれをやっぱりみんなを目指してやってほしいですし、はい、楽しみですね。やっぱり海外で経験を積んでるって大きいですか。いや、もうやっぱり違うと思います。もちろん俺 J があかんわけじゃないですよ。あ、もちろんです。そうですよね、はい、素敵な国ですし、いい国、はい、僕も日本大好きですし、はい、もう日本にも優秀な選手チームたくさんいますけど、はい、やはりもう5大リーグでやってるような、そうか、ね、チームはもう全てのレベルが違いますよね、まあ、さっき大津さんが話されたもちろんフィジカル面一つをとってもやはり海外での当たりと日本での当たりってやっぱ違う、はい、そうですね。で海外でもやっぱり違うって岡崎さんも聞きますね。いわゆるドイツでこう2シーズン、3シーズンかやって、その後イギリス、イングランドの方に出会った時なんかは、はい、こうやっぱりこう見てるとこうこのプレッシャーの質というかこう速さというか、まあ、見る余裕がないとか、そんなのはすごいリーグによって違うというふうには感じてるって言いますね。でも今の子どもたちっていうかジュニアの選手たちもああいったプレーをまあ間近で見ることができるようになったわけですよね、うん、そうですね。それってものすごく大きいですよね。そう思います。この FC バサラ兵庫なんですけれども、練習拠点というのは2021年に神戸市西区に完成したバサラビレッジグリーンなんですよね、はい、で兵庫県小野市も練習拠点に加わった、ですね、いや、加わ、そうです、こう拠点が変わったわけではないんですけれども、はい、この度ですね、はい、小野市様と我々の、まあ、クラブを運営している会社がですね業務提携をしまして、はい、要はいわゆるお互いのこう良さを生かしながらですね、スポーツを通じてもっともっと地域活性盛り上がっていこうっていうので、兵庫県とも提携を結ん、実は提携しているクラブなんですけど、はい、小野市とも今回提携して、でこの小野市にあるこうアレオっていう素敵なグラウンドがあり、神保島のグラウンドがありまして、はい、そこでもトップチーム今練習したりしてるので。素晴らしい、はい、で8月にはバサラビレッジグリーンで夏祭りも、ね、もう最高、夏祭り、はい、もうめちゃくちゃ楽しかったです。うわ、いい兵庫県から羽ばたも来まして。あ、そうだ、私インスタ見ましたよ。みんなに開かれたお祭りなんですね。そうなんですよ。今日は我々がずっと目標にしてた地域に根ざすっていうところで、コミュニティの場にしたいよなっていう。なので我々のクラブ生サッカー以外も、はい、ほんとフラッと来てかき氷食べて帰ったりとか、なんか遊びに来てもらえるように兵庫県がすごいサポートしてくれて、ハバタンがですね頭が大きすぎて着替える場所がない、入り口のドアが入らない着替える場所がない、着替える場所が、そこはちょっと想定外だったわけですね、はい、失礼しました。着替えるじゃないですね、通る場所がない、通る場所がね、が取れないと、はい、そうですね、大変失礼しました。まあでもこれはね、大津さん話されていましたもんね、海外行って練習場のすぐ隣にもう
実はカフェがあったりとか、だから本当街の中、そこのシーンの中にも溶け込んでるんですよ、チームがね。そうですね、はい、それはもう本当目指しているコミュニティの場ですね。なるほど、はい、だってね、ジュニアチームはね、先ほどワーシャリにも出たっていう話もありましたけど、トップチームの方いかがですか、エクシバサラの。実はですね、あれ、ようやく先日の試合も勝ちまして、そうだ、ちょっと降格圏内を脱出しまして、あ、よかった。いわゆる本来はね、もっともっと上のこう順位にいて昇格を目指してなんですけれども、はい、ちょっと前半戦を苦しい戦いが続いてしまったので、はい、残り3節、うん、はい、まあ、しっかり戦って、ちょっと上位チームともやるんですけれども、はい、このまままずは残留を今シーズンはして、はい、その先で JFL を目指していきたいなと。なるほど、まあ、J リーグには大津さんの中ではどれぐらいのスパンで今考えてます？まだ言えません。そうやな、そこはまあ、まだ言えません。だから小学生たちがね、先月前回の時ね、すっごい正直やったのが、将来どうしたいって、もちろん海外のチーム名を挙げる選手もいたけれども、J リーグの言うたら FC バサラじゃない、はい、まあ、名前ヴィッセル神戸という、ヴィッセル神戸チームにも挙げてましたよね、はい、っていうやっぱりそこなんですよね。そうですね、うん、まあ、あれはもう本当当たり前のことで、はい、我々が J に参入するようになれば、うん、もうアカデミーの選手たちが目標にしてくれるとは感じてますので、うん、なるほど、はい、そうですね、FC バサラ兵庫今トップチーム、今後の試合予定とか見どころありますか？あ、もう今ガラッとですね、前期からメンバーも、はい、変わりまして、はいはい、こう新しいメンバー、若いメンバーもこう出始めてる中で、すごいチームがいい状態になってきてます、はい、うん、はい、でちょっと雷等で最終節が動いたりとかなんですけど、はいはい、一番最後の試合は28日かな、28、はい、で播磨コートっていうちょっとこう阿湖の方で、はい、遠い場所にはなってしまうんですけれども、はい、試合があります。また我々 SNS 通して、はい、その辺はアナウンスさせてもらいますので、はい、ぜひ応援に来ていただいて力を貸していただければ。落とせない試合ですか？もう絶対に落とせない試合、応援に行かないと。早かったね、今早かったですね。かなり本当いい状態今維持できてますので、なるほど、ここから残り3節以上見せてほしいなというふうに思います、はい。クリップ木曜日ではこの FC バサラ兵庫の挑戦、そしてトップリーグをずっとね、これからも応援していければ、はい、と思いますんで、今日さん声ね、そんなにガラガラじゃないですね。あ、ありがとうございます。今週ちょっとカラオケ控えたんですか？そうなんですよ、喉飴多めに、喉飴多めで調整してきました。練習で声出してるからですからね。はい、クラブマネージャー大津直人さん、 FC バサラ兵庫来ていただきました。 B チャレンジのコーナー U12 の皆さんにもいろいろね、今後また、はい、ありがとうとお伝えいただければ嬉しいだと思います。はい、今日もいろんなお話ありがとうございました。ありがとうございました。